どうもこんにちは。今回購入したのがですね、外の G ストーブ ST320 のセットです。セットといってもですね、まあ、この外のガスが1本ついているというだけなんですけども、今回のシングルバーナーはですね、こちらを選んでみました。まあ、売り文句としてはですね、世界最薄シングルバーナー、厚さが 25mm ということになっています。選んだ理由っていうのもですね、何個かありますので、まずは開封してみていこうと思います。開けるとまずは説明書と、これ保証書かな、それとこちらがですね、シングルバーナーとなっています。これ見てすぐ分かる通りですね、まあおよそシングルバーナーとは思えない形をしてます。開けると、まあ、余計シングルバーナーに見えないですよね。このようになっておりまして、こちらのセットの仕方なんですが、これをねパカッと90度に開くと、こことここ、これがですね板バネになってます。バネになってるので、こちらのねバーナーの部分のここですね、こことここがガイドになってまして、これで、押し込むというような感じになってます。カチッと今音がしましたが、これで設置は完了です。でガスの取り付けなんですが、ここにねセットという文字があります。セットという文字があるので、そこにねこの切り欠きを合わせて押し込みます。押し込みながらこうグリッと回すと、こういう風にね回ります。90度回りますので、切り欠きが上になるようにしてセットという風になります。それとですね、こちらがケースなんですが、この中にねこんなのも入ってます。これは補助ごとくとなるようで、こういった感じでですね、ごとくを載せることができます。これあくまで補助ごとくなんですけども、本来はですねこの辺の出っ張り、この爪の部分がねごとく代わりになるんですけども、これだと心もとないなという場合は、まあ、こうやって補助ごとくを載せてあげることで、ちょっとね安定感も増すんじゃないかなと思います。結構ね、シングルバーナー使う方で、このね、遮熱板っていうのかな、これが欲しいとか、これがないと危ないって言われる方もいます。僕はあまり気にしないんですけど、ただね、こういう構造だと、確かにここに遮熱板がないと、炎がこっち側に流れる可能性もありますので、風よけっていう意味も含めて、これがあるんだと思います。これがあるのとないのとでは、安心感がやっぱり違うということもありますので、まあこれがあるのはね結構いいんじゃないかなと思います。まああとはね使い方としてはシングルバーナーと同じです。ちょっとやってみましょう。ん？おい、めっちゃガス出るけど大丈夫かこれ。結構火力強そうだな、これ。結構火力が強そうですね。今のね、ちょっと最初の段階でプシュプシュってなんか出てるのすげえ気になりますが。あ、そっか、わかった。今なぜこの生ガス、白いガス、ちょっと霧っぽいガスですよね。これが出たのかというと、先ほどですね、ボンベを取り付けるときに、本来はですね、しっかりこうやって立てた状態でやらないといけません。ただ、まあ、撮影しながらだったんで、ちょっとこう斜めになっちゃってましたね。斜めになったり、こう横になったりとかしたので、今みたいな白いガスが発生したということなので、これは悪くない。僕が悪かった。すいませんでした。ちょっとね、普通のシングルバーナーとは違って、まあ、取り付け方、この本体に組み立てるやり方もコツがいるし、ガスをつけるのにもちょっとコツがいるかなという感じではあるんですが、これをね多分 2,3 回やれば慣れるんじゃないかなと思います。さ、それではちょっと1回ね外します。これ本体から先に外した方がいいんだろうな。さ、それではですね、ちょっとこれを収納します。
こうでいいのかな、こういう感じに入ってカチッと収納した状態がこちらです。これだけちっちゃいですからね、うん、いいんじゃないでしょうか。で、今度は、補助ごとく、補助ごとくとこの本体ですね。ちょっとこれ邪魔なんで外そう。本体もこの中に入れておきます。で、これでかなりコンパクトになったわけなんですが、ちょっとね、これをメスティンの中に入れてみたいなと思います。はい、それではですね、今回用意したメスティンがこちらの3つです。これはですね、スケーターという会社のアルミメスティンになってるんですが、 600ml、850ml、1000ml ということになってます。まあ、こちらをですね、とりあえずは開けてこれを入れたいんですよ。っていうのも、自転車キャンプっていうのを、そのうちやりたいなと思ってるという話はね、前何回もしてるんですけども、その中でですね、まあ、なるべく荷物は少なくしたいなということで、まあ、どうしてもガスボンベを持っていかなきゃいけなくなるので荷物は増えるんですけども、そのね、荷物を減らそうと思った時におそらくメスティンしか選択肢がないんじゃないかなと思って、このシングルバーナーと一緒にですね、持っていきたいなと思いまして、今回はですね、これを購入したといういきさつがあります。それではですね、まずこれの大きさ、箱に入った時の大きさなんですが、 15.5cm から 15.7cm、8.5 センチから7センチぐらい、4センチってとこですね。4センチぐらいあれば、これは入ると思います。ということで、まず600から入んねー。あー、入らないこともないか。いけたいけた。あー、でも蓋がどうかな。あ、一応でも蓋も閉まるけどちょっと緩い、蓋は閉まるけどちょっと浮いちゃってる感じかな。とりあえずはですね、 650ml でも入りました。まあ、これが入ったんで問題ないですけど、次が850は結構余裕があって、この辺になんかちょっと折りたたみの箸とかは余裕で入りますね。で、厚み的にも、まあ、こんな感じで入るようになるんですが、ここにね、リングがついてるので厚みが 1.5 センチぐらいある携帯を入れてみます。それでも蓋は閉まりますね、全然。まあ、それぐらい余裕があります。さあ、次に1000ミリリットル、1000ミリリットルだとかなり余裕があります。もうここがね、4センチぐらい余裕があるので、まあ、これであればかなり収納としてはね、便利なんじゃないかなと思います。で、まだね、これ見てお分かりの通り全く新品なので、今度ね、動画作ろうと思ってます。例えば850 1000 600と、まあ、この3サイズあってですね、どれが一番自分に合ってるのか、どれが一番使い勝手が良くて、なおかつ量的にもですね、自分に一番合ってるのかっていうのが、まだ料理してないんで分かんないんですね。なので、この動画はですね、近々出すので、その時にね、まあ、ちょっと料理をしてみて自分に合ったサイズっていうのを決めたいなと思ってます。いや、今回ね、意外だったのは、僕ね、この一番下のサイズ入らないと思ってたんですよ、ちっちゃくて。だけどこのシングルバーナー自体が小さいので、まあ余裕で入りますよね。さあ、続いてはこちらにですね、いろいろな調理器具を置いてみて、ちょっと使い勝手、その辺を見ていきたいなと思います。調理器具をちょっと用意してみました。まずね、シェラカップが、これオピネルのおまけのやつ、ちっちゃいやつですね。それと、普通のシェラカップ、そして、これもね、昔ビーパルでおまけでついてた鉄板、そしてスケーターのスキレット、そしてこれが、ニトリのスキレットです。チタンなんですが、チタンのなんかこうお湯とか沸かすやつ、そして、こちらがクッカーセットと、あとは、これもニトリダッチオーブンです。これらをですね、一度乗せてみて、バランスとかその辺を見てみたいなと思います。じゃあ、まずはですね、小さいところから行ってみます。こちらがですね、ビーパルで付属してた鉄板、
こちらは、横なら問題なし、縦はあれ、縦これまさかのジャストフィットですね。ジャストフィットだ。ごとく乗せないと無理かなと思ってたんですが、うん、これもいけるし、これも全然大丈夫ですね。逆にこれごとく乗せちゃうと安定感がない。ごとくがないとバッチリな感じですよ。こっちから少々当てても全然大丈夫、ぶらつきもないしバッチリでした。さあ次がね、このオピネルのシェラカップ、おまけでついてたやつですが、まあ当然無理ですよね、ちっちゃすぎるから。うん、補助ごとくを乗せていい感じです。さあ続いては通常のシェラカップ、まあこれも問題ないでしょう。うん、これはさすがに無理ですね。補助ごとくがあって初めてぴったり収まります。さあ次はですね、こういったチタン製のポット、チタン製のポットは、うん、安定感はない。ただこの補助ごとくがあるので、こちらも全く問題なく使うことができそうです。さあ続いてはですね、こちら、スキレット、スケーターのスキレットですが、これはねさすがに大きさもあるのでこれで問題ないですね。この補助用のごとくがなくても問題なく使える感じです。そして、こちらの蓋の方、蓋の方も問題なく使うことができます。まあこの辺は大丈夫ですよね。クッカーセットとかも問題ないでしょう。これは全く、うん、問題なしです。さあそして、こんなことやるのかなって感じしますが、まあどれぐらい重さが耐えられるかっていうのも兼ねてダッチオーブン乗せてみます。ダッチオーブンもでも意外と大丈夫だな、まあ、ただねこんな重たいものを使ってこれで調理するっていうのも考えづらいので、まあ使うことはあんまないと思いますが、一応ですねニトリのダッチオーブンも OK でした。続きましてですね、せっかくなのでメスティンをちょっと調べてみたいなと思います。これを乗せると、これだとちょっと乗らないです。ただこうするとですね全く問題なく乗ります。なのでまあ使うときはこんな感じかな。で、850は、これでも乗りますし、これでも乗ります。次はね 1000ml ですが、こちらでも乗るんですが、今こうありますけども、火がねだいたいこの辺にあります。この辺にあって真ん中からはずれちゃうので、まあ、やっぱりこうやって置いた方が無難なのかなという感じがします。でまあですね、今まで見ていただいた通りに、これねかなりコンパクトです。かなりコンパクトなんですが、やっぱりですねこのガスがある分長さがね結構あるかな。この辺が30センチなので、まあ、大体ですね40センチぐらい、ガスを含めるとですね40センチぐらいの長さになってしまうので、テーブルとかによっては、サイズをきちんと考えないと、そもそもですねこの大きさで、テーブルの上に乗らないということもあるかもしれません。ということで今回は、ソトのシングルバーナー ST320、 こちらをご紹介してみました。まあ、かなりねコンパクトになって、ケースも付属しているということと、あとはですねこれですよね、この補助用のごとくもついてますので、シェラカップとかですねこの状態では乗せられないような調理器具、それもバッチリと乗せることができます。であとはこの遮熱板ですよね、遮熱板もついてますので、結構ですね安心して使うことができるんじゃないかなと思います。そして収納方法もですね簡単なので、かなりコンパクトに収まります。で今回ね、買いたかった条件の一つに、
メスティンの中に入れられてなるべくコンパクトに収まるようにということで、今後ですね自転車キャンプっていうのを考えてますので、調理器具をコンパクトにしたかったというのがありますので、こちらはですねそういう意味ではかなり正解な買い物だったんじゃないかなと思います。ということで今回は、外のシングルバーナー ST320 をご紹介してみました。それでは